本日はカルボナーラを作ります。まずはベーコンを炒めます。弱火でじっくり炒めてね。ベーコンから油が出てきました。この油が美味しくてカルボナーラのソースになります。焦がさないようにゆっくり炒めてくださいね。ニンニクとローリエの葉、さらに黒胡椒を加えてベーコンから出た油に香りを移していきます。ベーコンはフライパンから取り出します。こちらがベーコンから出た油です。パスタを茹でます。いきます。どんまい。パスタの茹で汁を注ぎます。フライパンにくっついているうまみを溶かします。普段は 150ml の牛乳で作っていますが、今回は生クリームを注ぎます。キャラメルバナナムースの生クリームが余ったの。溶けるスライスチーズを入れて、粉チーズも入れちゃいます。クリームの中のチーズを溶かしていきます。沸騰しないように火加減に気をつけてね。卵を溶いておきます。パスタと混ぜる前に溶いておくと固まりにくいの。こちらにも粉チーズを入れます。取り出しておいたベーコンを戻して、パスタが茹で上がったらソースと混ぜます。火は止めなくていいの？うん、卵が入っていないのでソースは固まらないの。卵を入れたら気をつけてください。火を止めて混ぜ混ぜした卵を注ぎます。卵白は60度くらいから固まり始めるので気をつけてくださいね。よし、特製カルボナーラだよ。一緒に食べてくれるかな。ゆっくりしていってね。チーズが濃厚でカリカリベーコンが美味しいね。